Hi guys, Ted です。今日はカメラバッグの話をしたいと思います。ピークデザインのエブリディスリング、バージョン2ですね。それの6リットルと、そして10リットル版と、この2つ買いました。デザインが結構気に入ってるんで、最初6リットル版買ったんですけど、結構6リットル版だと小さいってことが分かったんですね。で、それで10リットル版も買ったのでですね、この2つ何か比較してみたいと思います。カメラ2つ今使ってて、1つがキャノンイオスの RP、 もう1つが同じくキャノンイオスの、これは R5 ですね。どちらもキャノンのミラーレスイオスなんですけれども、それぞれ結構大きさが違います。で、6リットル版だとですね、こんな感じになってて、まあまあ仕切りもあって、この紹介を簡単にしとくと、エブリスリングなんで、こういう仕切り板ついてるんですけど、これが結構使いやすいんですよね。で、これ普通に仕切りとして使うだけじゃなくて、こうってね、2つにこの高さ変えられたりとか、それからこれ折ったところ自体が支えになってるとかっていう形で使うことができます。なので結構いろんなカメラにフィットするかなっていうふうに思ってますし、使い方もね、カメラに限らず、例えばドローンに入れたりとか、いろんなやり方があるんじゃないかなというふうに思ってます。で、RP ですね。で、RP の場合は今結構本当に簡単に入って、このまま楽々で締めれるし、例えばスピードライトのフラッシュこうやって入れてもいいし、または、スマレンズを入れて使うこともめちゃくちゃハンディです。で、カメラ自体はですね、やっぱり濡れてはいけないものなので、防水ってめっちゃ大事ですよね。で、ビデオスイングの場合はそこかなり考えてるらしくて、その分どうしてもこのファスナーの開け閉め結構厳しめです。特によく言われるのがこの前の部分ですね。前の部分結構硬くて、例えば何かこう入れようと思うと、割ときついです。こんな感じなので、ちょっと出し入れでするのには少し大変さがあったりします。こんなですね。で、6リットル版って結構そういう意味では重宝してるんですけれども、それも RP だけの話なんですよね。 RP までの話、 RP までの話ですよね。で、 R5 の場合はこの6リットル版に R5 を入れると締めるのが結構辛いです。こんな感じ、めちゃめちゃ厳しいですね。で、出し入れかなりきついなというところで、10リットルの方も手に入れました。こちら、結構違いますね。厚さ的にはそんなに変わらないけどってところです。で、この10リットル版なんですけど、純粋に使い方っていうのはもう変わらなくて、仕切り板についても同じです。なので、これなんか普通にこうやって入れていって、スピードライト入れたりとかいうことができます。あと、ここの仕切り板についてもしっかり取れてるので、こうやって、13インチの iPad でやってもしっかり入りますし、こうやってしっかり締めることもできます。かつかつその状態で前に物を入れても、ちゃんと入れたり出したりもできるよってところが、やっぱり10リットルの余裕がありますよね。こんな感じで、例えばタブレットを出そうとしてもこんな感じだし、
でカメラの感覚にするよ。まあ大型のレンズなんかも入るぐらいなのでスピードライトも楽勝で入ります。まあこんな形になってます。まあ個人的にはやっぱり R5 持ってたら10リットルが必要だろうな、6リットルだったら難しいっていうふうに思ったりしますけれど、自分で持った感じではちょっと10リットル大きいかな、6リットルの方がいい感じのサイズで持ってて楽しいかなっていうふうに思っています。というわけで持った感じのところも撮ってみたのでそこを見てもらったらと思います。はい、というわけで今日は、ピークデザインのエブリスリング、6リットル版と20リットル版、それぞれバージョン2ですねの話でした。ではまた。